三上玄三や。おい、パワーアップして帰ってきたぞ。阪神逆転負けやないかい。いや、もう筒香飯堪忍してくれや。もうバリクソ打つオーラ出とったやないかい。もう能見さん飲み込まれとったわ。4回に北条飯、秋山飯、木南飯がタイムリーヒット打って4点を先制したんはええけども、5回ノーアウト1塁3塁で0点、7回ワンアウト1塁2塁で0点、もうここで追加点取れんかったから追いつかれんねんぞ。島本飯もな、まあノーアウト満塁のピンチをようしのいでくれたけども、北条飯の送球エラー、そして近本飯の牽制アウト、そういうな相手に流れを持っていかれるようなミスがな、ほんまに痛い。ああいうのほんまになくさなあかん。ああもう広島もせっかく負けたのに、いやここで勝たなあかんやろ。いやほんまもう元気出えへんわ。もうあかん。ドーピングや、ドーピングで元気出すしかないわ。あ、元気もりもりなってきたぞ。え、なに？なんか文句ある？お、ドーピングしても半年間休んだらええだけやろ。お、開幕には間に合うからの。あー、バーティスタン。けどやっぱホームランを打てるってのはええよな。ロペスに外に佐野啓太に筒香飯と、4発いかれたわ、4発。あ、まあ、阪神が14安打、DeNA が8安打で負けるっていうのはな。まあそういうことや。コツコツヒット打ってもな、パコーンホームランで返されるっていうな。まあような、ホームランだけが野球ちゃうしな。うちのチームは、コツコツ繋いでいく。そういうスタイルでええねんってな。そんなん言うけども、嘘や。嘘やあれ。まあ、本当はよう分かっとんねん。野球はホームランって強がっとるだけやあれ。あとこんなん言う女の人もおるやろ。やっぱ、男って性格やと思うんやんか、私。だって、うちの彼氏、めっちゃ優しいから、めっちゃ好きやねん。いや、嘘つけ！いや、顔やろげ！本当は顔がいい男がいいに決まっとんねん。分かっとんねん自分でもな。けどな、自分にな言い聞かせとんねんな。性格がいい男がいいってな、自分に言い聞かせとんねん。あんな分かっとんねんぞ。顔が良ければ性格もよく見えんねん。そういうもんやろ、知ってんねんぞ。ヒットはホームランには勝たれへんし、性格の良さはイケメンには勝たれへんねん。分かっとんねん。わしはさっきから何を言うとんねん。まあファームではな、セクシータイム、ソラーテ班が特大の一発を打ったな。見事やった。まあな、今な、サード、まあ、大山班で固定してるわけじゃないし、まあ、サードがな、まあ、空いてるっちゃ空いてるんで、ソラーテ班をな、一軍に戻してきて、本職のサードで、もう一回勝負をかけてみるっていうのもな、ありやと思う、わしは。まあ、今日、なるお浜でな、ソラーテ班を、サード守らすみたいやから、まあ、ちょっと様子見てな、いけそうやったら、サード、ソラーテ、見てみたいぞ、わしは。このままやとな、せっかくこれ勝ったのに、いや、一回も使わんまま終わんで、どうしてくれんねん、これ。いや、ソラーテ班2軍落としてからタオル発売ってどういうことやねん。おい、阪神、1000円返せ。まあ、それと去年、阪神にいた、ロサリオ班が、ツインズ傘下のトリプル A で、今シーズン3割20本、89打点の大活躍で終わったらしいな。いや、球団公式のツイッターでは、今シーズンの MVP はロサリオ班やってな、発表しよったわ。89打点は、リーグ3位。いや、ロサリオ班！ロサリオ班！いや、どうしても阪神に戻ってきたいって言うんやったら、考えたってもええんやで。ということで、やっぱホームランが打てる選手、欲しいです。欲しいです。これから負けられへん試合が続きますわ。もうわしが出んでもええようにな。頼んますわ。ほな。